皆さん、小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってはりますか若月光です。今日はですね、ライトノベルの打ち切りについて話したいと思います。 このライトノベルがすごいっていう、ライトノベルの紹介の、なんていうのかな、情報誌、年末に発売されるじゃないですか。で、それみんな読んである方とか言いはると思うねんけれども、そのね、ランキングに入った小説がもう打ち切り決まってるんですよっていうふうに、ツイッターで発言しはった作家さんがいて、ちょっとね、これがバズっ ましたで皆さんね、ライトノベルってそんなに打ち切り多いんや、みたいな感じでね、ショック受けてはった方とか、驚いてはった方とかいらっしゃって、私なりのライトノベルの打ち切りについて話したいと思います。皆さんは、作家になりたい方が聞いてくれてはると思うねんけれども、そういう世界なんや、 っていう風に覚悟してくれはった方がいいんちゃうかなと思ってねあの別にライトノベルのなんか悲劇みたいな話じゃなくて今の現状とか作家の側がどう思ってるかとかそういったことね話したいと思います作家になりたい方は落選が一番嫌な言葉や思うんですよ。でね作家になったら一番嫌な言葉がね次に来るのがですね打ち切りなんですよ。 打ち切りが一番嫌な言葉やな。私、ライトヌベルも結構書いてて、打ち切り食らってます。ちゃんとね、終わらせたシリーズもあるけれども、打ち切り食らったシリーズも結構ありますね。観能小説、ジューブナイルプルノは一冊ごとに一つのお話として展開していくので、ジューブナイルプルノで打ち切りっていうのはないですね。ですけれども、ライトヌベルの打ち切りは結構私も体験しました。私はどう思ってたかなんですが、私はね、まあ、仕方ないな。 っていう風な感じでしたねうん、また次頑張ろうみたいな感じでやってましただってね商業やからね売れなかったら出せなくなるのは当たり前やってそういう風に思ってたんですよ でね、その、このラノでね、ランキング入ったけれども、打ち切りになりましたって言ってはる作家さんも、読者さんに報告せえへんかったら、待ってくれてはる読者さんに気の毒やなぁ思って、報告してはるんやと思います。えっと、別になんか恨み事言ってはるっていう風な感じでもなかったですね。私はいちいち打ち切りやとかって報告はしないですけれども、まあ、それもいろいろ作家さんによって考え方違うと思うので、ね、それでええと思います。恨み事言わへんかったのは、偉いですね。素晴らしいと思います。商業 今日ははそういういい世界や思ってくだささ売れれへん本,は返本されるし返本されれたら倉倉倉庫庫庫に入れねんけれども倉庫って、ね、倉庫代かかかるんですよしかもね、倉庫に入ってる分のおやつはね、あの資産っていう形になって税金がかかるんですよ。じゃあ売れへん本は処分しよう思っても裁断処分をするのにお金かかるんですよ、また。本ってどうなるかっていうとね、裁断してトイレットペーパーになります。せやから皆さんが使ってるトイレットペーパーも、もしかしたらね、誰かの小説の本やったかもしれないです。 いいんですね、でねあの <laughs>、返本が多すぎると出版社潰れちゃうんですよ。ほんまに。そやから売り上げっていうのはほんまに絶対なんやーって。だから、そのシリーズがね、好きや読みたい、続き読みたいって言ってくれてはる読者さんがいたとしても、その絵が利益として成り立つだけの人数がいいひんかったら、やっぱりね、これはね、続刊することは難しいっていうことになりますね。 作家としてもね、売れないと生活していけません。えっとね、売れない本ってね、ほんまに、人生がやっぱり少なくなります。別の動画でも説明したけれども、作家っていうのは売れたら儲かるし、売れへんかったら儲からへん仕事なんです。これはでもどこも一緒でしょ売れたら儲かる、売れへんかったら儲からへんっていうのはどこも一緒じゃないですか。せやから、売れへん本がね、出してもらってもね、そんなんね、あの、20万とかになっちゃうんですよ。<laughs> ほんまに。あの、20万とか30万とかになっちゃって、そうなるとね、何ヶ月もかけ で本書いて30万しか収入がなくってなんてことになったら生活していけませんほんまですよそれから作家として食べていけようになるっていうのもちょっと読者さんもそこは望んでへんのちゃうかなと思いますでね一番怖いのがですね 売れへん本を出してしまうと、次のオファーがなくなるんですよ。作家をランク付けしてます、編集者は。出版社はね。で、売れない作家、戦力外作家っていうのは、数字として残るんで、他社に営業をかけても取ってくれないっていうところがあるんですよ。だから、単に売れない、儲からない、お金にならないだけじゃなくて、作家としての命がそこで切れちゃうんです。作家としての命が奪われてしまいます。 ほんまですこれはえー、でもあんた小説書くではんねんからもうっぺんサイト投稿して再デビューしたらええやんと思うはるかもしれへんけれどもあの再就職って大変やないですかほんま再デビューってねデビューより大変なんですよこの辺のことはまたどっか別の動画で説明したいな思いますけれどもねでもねあの読者さんの側がね嫌や,やな思うはる気持ちわかるんですよせっかく面白がって読んでてもこの小説がちゃんと 終わらずにうちの間近を打ち切られちゃうっていうのはちょっと読むのかなーなー思うると思うんですよねそれは気持ちわかります私が読んだ意見の中では出版社は一旦本を出すって決めてやったら最後まで本を出せばいいのにみたいなこと言ってあった書き込みも読みましたけれども私読もうねんけれども出版社かってねあのいけずのつもりで出してあるんちゃうんですよ儲けるつもりで出してあるんですよ 今2000点、年に2000点ね、新刊発売されてるそうなんです、ライトノベル。 2000点ですよ。その2000点を全部ね、出版社の側買って、売りたい思ってはりますよ。売れへん小説をわざわざ出そうなんて思ってはりません。続けたい思ってはります。せやけど、そういう状況があって、続けられないっていうのがあるんですね。まあ今、過渡期ですね、本当なんか、今色々変わってる時期なんやと思います。この先ね、あの多分、大きく変わるんちゃうかなと思ってますけれども、今はこういう状況になってしまってますね。 あともう一個だけ言いたいねんけれども、このライトナベルはすごいは、アンケートで順位が決まります。打ち切りは売り上げで決まるんですよ。週から別物なんですよね。ツイートしはった作家さんの小説は、アンケートに答えはる読者さんの心には刺さったけれども、広い、ものすごくたくさんの一般のユーザーさんには、それほど刺さらへんかったっていうのが現実なんやと思います。でね、私の言いたいのは一個だけなんですね。作家になりたい方は、 そういう世界なんやっていうことを覚悟して飛び込んでほしいんですよ。なんか勘違いしてる人がいて、いい小説面白い。文学性の高い小説を書けば、それで、ね、作家として生きていけると思ってはる人もいんねんけれども、商業っていうのはほんまに売れる商品を作る、それしかないんですね。せやからそういう世界なんやと思って飛び込んでください。せやけど売れたらね、やっぱりいいこともあるし、みんな幸せになりますほんまに。 で最後にね、フランス書院官能小説大賞の選表で、ちょっと刺さる言葉があったので、紹介しときたいと思います。あなたは何人の読者を相手にしようとしているのか。この作品は1000人の読者の心をつかむことはできるだろう。だが1万人ならどうだ。10万人ならどうだ。と考えてほしい。 私これ正しいと思いますね皆さん小説家になりたい方は新人賞を取るで意識が止まってると思うねんだけれども売れる小説書いてやるぜみたいなつもりでいてほしいな出ないとやっぱりねしんどいかなと思うもうもうそういう世界ですそういう世界の中で生きていかなあかんのがプロ作家なんですよせやからねツイートしはた作家さんもね 次の作品売っったるるででててねね燃えてはると思いますよで、ね、その時にはね作品のファンやった人らは応援してあげてくださいねほんまねそれで新作が売れたらね打ち切りになったシリーズもね復活するかもしれへんよ商業の世界ってそういうとこあるからね長い目でね応援してあげてくださいねでこれからデビューしはる皆さんね将来的に打ち切りっていうのも体験すると思いますせけれどもそこで腐るんやので次は売ったると思ってくださいね ほなねー、おきに、またねー。バイバーイ。